はい、ヤキゲームズです。バージョン 4.6 新種没召使いへの生き方と倒し方を紹介したいと思います。まず生き方ですが、アルレッキーノの伝説にもう最後までやるとフォンテーヌ・リフィー地区にボロボロの廃墟という秘境が出ますので、そこから終ボスに挑戦できるようになります。ただアルレッキーノの伝説任務は魔人任務の第4章第5幕の完了が前提となっていますので、できないという人も多いのかなと思います。冒険の証からクイック挑戦ができますので紹介します。秘境の正当領域の下の方にボロボロの廃墟がありますので選びます。右の方の矢印を選ぶと OK かどうか聞かれますので OK を選びます。次に右の方の剣マークを選ぶとアルレッキーノの伝説任務をやらなくても終ボスの召使いに挑戦できるようになります。次に倒し方ですが、まずアルレッキーノの動きを説明していきます。第一形態、第二形態とありますが、第一形態は近づくとこちらに攻撃を仕掛けてきます。攻撃パターンは何種類かありますが、シールドを貼っていれば特にダメージも受けずにやり過ごすことができます。ただシールドなしの状態で直撃を受けると第一形態の比較的攻撃力が低い段階でも一撃でやられてしまうこともありましたので、シールドキャラは1人は入れた方が良いと思います。体力が半分ちょっとになると次の攻撃パターンになりますので、敵の体力を減らしています。体力が半分近くまで減ると中央にアルレッキーノが移動して赤い羽が出てきて注意の文字が出てきます。命の契約を解いた後、銃撃を行うと血潮の衝撃を1回発動できるとなっています。羽が生えた後のアルレッキーノの攻撃を受けるとキャラに罰印がつくいて、体力ゲージにもマークがついて命の契約が付与された状態になります。命の契約があると体力がだんだん減って回復もできない状態になります。命の契約を解除するためには体力をある程度回復させる必要があります。このためヒーラーは1人は入れるようにしてください。回復キャラのスキルを使って命の契約を解いた後、銃撃をするとタイミングが合えば召使いの攻撃を止めたり動きを止めることができます。地面に赤い場所が出てきたらその場所に攻撃を飛ばしてきますので、そこから離れるようにすれば避けることができます。キャラの周りに赤い羽のようなものがついている状態だと血潮の衝撃を発動できるということになります。実際にやるときは回復キャラのスキルをずっと使っていれば知らない間に命の契約が解除されて使えるようになっていると思います。命の契約を解いた後、銃撃で血潮の積温を中断させようと表示されたら、罰が消えた後に銃撃を当てるとアルレッキーノの攻撃を止めて動きも止めることができます。今の文字が出た後放っておくと大規模攻撃をしていきますので、できるだけ動きを止めるようにしてください。第一形態の2段目の注意点はこれぐらいですので、このまま体力を削っていきます。召使いの火力が結構高いので、シールドがなくなっていないか回復がなくなっていないか両方とも注意しながらやってください。体力が少なくなると中央に移動して第二形態に変わります。第二形態になると前に進むと攻撃されますので、シールドを貼って回復のスキルを使ってから前に出るようにしてください。シールドなしで前に出ると一撃でやられることもあります。第一形態と同じくシールドを貼りながら回復も切らさないように戦い続ける感じになります。第一形態、第二形態共通ですが、召使いの攻撃は命の契約がついている状態でさらに命の契約を付与する攻撃が当たるとダメージがアップするということになっていますので、できるだけ早めに命の契約は解除するようにしてください。第二形態になると召使いの攻撃パターンが変わりますので紹介していきます。命の契約を解除した後、銃撃で血潮の積炎を中断させようと表示された後、放っておくと大技を出してきますが、そのまま出してもらいます。地面が赤くなったところに攻撃してきますので、そこから逃げれば避けることはできますが、第一形態の時よりも避けにくくなっています。第二形態の大技は他にもありますので、それも紹介します。召使いが遠くの方で空に飛んだ後、弾をいくつか飛ばしてきますので、シールドを貼りながら避けて回ることになります。最後に召使いが突撃してきますのでご注意ください。第二形態は第一形態よりもダメージを受けやすくなっていますので、シールドや回復が切れていないか特に注意するようにしてください。もう一種類大技がありますので、それも紹介させていただきます。しばらく戦っていると召使いが遠くに飛んでからビーム攻撃をしてきます。この攻撃は左右に動き続けていれば当たることはありませんが、当たると結構ダメージを受けますのでご注意ください。
攻撃パターンの紹介は以上ですので、この後おすすめパーティーと普通に戦った場合をお見せします。おすすめは久喜忍、ゆくあき、なひら、キララの懲戒化編成となっています。シールドとヒーラーとゆくあきの中段耐性でやられにくくなって、火力も十分出せる編成となっています。編成もしやすいのかなと思います。このパーティーでなくてもシールドキャラを1人とヒーラーを1人入れて、あとはご自分の中で火力が出せる編成だったらいいのかなと思います。先ほどは動きのパターンを紹介するためにわざと攻撃していませんでしたが、実際にやるときはどんどん攻撃してもらって大丈夫です。最初のうちはシールドを張りながらどんどん攻撃して体力が半分になるまで減らします。召使いの体力が半分近くまで減ると中央に飛んで赤い羽を出して第一形態の第二段階に変わります。ここから先は敵の攻撃を受けると命の契約を付与されますので、武器忍の元素スキルを切らさないようにご注意ください。空に飛ばれることもありますが、しばらくすると降りてきますので攻撃を当てれるようになります。シールド回復を切らさないようにどんどん攻撃を当てていきます。敵の攻撃を中断させようと表示されていない時でも銃撃で止めれる時がありますので、時々銃撃を撃ってみるといいと思います。途中で地面が赤くなる攻撃をしてきたら、赤くなるところから外れて攻撃を避けるようにしてください。召使いの体力が減ってくると中央に飛んで第二形態に切り替わります。第二形態が始まったらシールドと回復のスキルを使ってから前に出て戦っていきます。第二形態の場合はどんどん攻撃をしていけば、先ほど紹介した大技は出させずに倒すこともできます。ただ火力としては第一形態より高くなっていますので、シールドと回復の切れ目にご注意ください。大技を出してきそうになったら出す前に銃撃を当てて止めるか、先ほど紹介したように避けるようにしてください。召使いを倒すとアルレッキーノの育成素材の残花の投飾をドロップすることがありますので、できるだけ毎週倒してあげてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。